琴と尺八の開演です。この会の進行役のお手伝いを立てていただくのは私柴田優子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そしてもう一人、こちらの情報文化センターの方も一緒に司会をしてくださいます。はい、はい、情報文化センター近野博美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて、早速皆様に今日の演奏家の方々をご紹介したいと思います。若手の琴演奏家沢村雄二さんですが、沢村さんのことについては近野さんからご紹介していただきたいと思います。はい、沢村雄二さん、実は以前私が別な会社にいた時にインタビューさせていただいて、ご自宅に押しかけて、実は沢村さんは、てっちゃんだったというお話を聞かされました。演奏の旅のついでにですね、いろいろ鉄道のお楽しみがあるようですが、沢村さんの、プロフィールです。1981年3月1日東京出身です。生田流こと三弦、宮城社大師範、中津千恵子さんに師事をしています。東京芸術大学の、音楽部でしょうか、法学科を経て、同大学院の修士課程を修了されています。でそれ以来伝統的な古典曲、地唄などの、演奏を始め、作曲とか編曲にも取り組まれています。ご所属もいろいろあってですね、詩の音楽コラボレーションの、集団で、これ英語で書きました、ボイススペースというところの代表されています。その他にもですね、奏曲宮城会など多数の演奏会、演奏家の皆さんの会に所属されています。受賞されている賞も数多く、ちょっとご紹介すると第2回、八橋兼業日本音楽コンクールの八橋兼業賞、第11回チャレンジ賞、第19回熊本全国邦楽コンクールで優秀賞。演奏についてもですね、国内外で活躍されてまして、フランス、スイスで開催の日本舞踊公演カミーユ・クローデルで、ここでですね、もうすでに亡くなられてしまいましたけど、創作舞踊家の、西川千礼さんと一緒に共演されています。第92回、世界エスペラント大会で、ソロ奏者としてご出演されています。平成19年度の文化庁芸術祭参加作品であります朗読劇子どもの歌やというところで出演されています。財団法人地域総合、これ平成22年度邦楽地域活性化事業というのに参加されたり、あとは皆さんご存知の NHK のラジオ福祉番組であります聞いて聞かせてに2011年に新春スペシャルという番組の企画があったんですが、これを皮切りにですね、6回もご出演されたりとか、2015年初にご本人のリサイタルを開いています。作曲編曲の方は朗読ミュージカルの山崎陽子の世界の物語音楽とか、熊本県立松橋西支援学校の校歌をお作りになったり、それから瀬戸内寂聴さんの皇后役の源氏物語ですね、この中の、六条の宮懐の、音楽の担当をされたりと多彩です。現在奏曲宮城社師範でいらっしゃって、明治大学の、三曲研究部の講師もされているという、まあ多忙極まりないですね、ご活躍くぐりということで、皆さんお分かりいただけたのではないかと思います。はい、これが沢村雄二さんのプロフィールでございました。
沢村裕二さんは琴の若手で大活躍中の方ですけど、今紹介してくださった近藤博美さんもここの情報文化センターのなくてはならない若手の大事なスタッフで、皆さんもよくご存じでいらっしゃると思います。お二人活躍をなさってください。さて、今日の演奏会はもう3方ご一緒に演奏してくださいます。その方々についてご紹介をしたいと思います。琴などを演奏してくださる小畔京子さんです。小畔さんは神奈川県の出身で、東京芸術大学音楽部の法学科、そして大学院を修了なさっています。そして宮城賞や高賞、カンサス音楽賞などを受賞されて、大変活躍をなさっている演奏家でいらっしゃいます。また NHK テレビの日本の芸能とか古典芸能鑑賞会、音楽ブラボーなどにも出演なさっていらっしゃいますので、あるいはご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そして、もう一方、加藤優子さん、琴などを演奏してくださいます。神奈川県のご出身です。そして、東京芸術大学の法学科を卒業し、生田流の宮城社教師でいらっしゃいます。そして、あともう一方は男性です。三沢大輝さん、尺八の演奏をしてくださいます。北海道の札幌市出身で、東京芸術大学のやはり法学科を卒業なさって、いろいろな東京国立博物館の催し物ですとか舞台などでも活躍をしていらっしゃいます。今日はこの4人の、素敵な演奏家の方々の演奏会で、日本の音に目を耳を傾けてお楽しみいただきたいと思います。それでは、どうぞご登場お願いいたします。拍手をまたいただきましょう。ちょっと、ご紹介いたしましょう。場面のちょっと状況をご説明いたします。皆様の舞台一番向かって右側には尺八の三沢さんがはい、そして次の皆様から向かって右側から2番目が、小畔京子さんになります。そしてそのお隣、左隣が加藤優子さん。そして、一番皆様から向かって舞台の左側が、沢村裕二さんということで、どうぞご用意をなさっていただきたいと思うんですが、ご衣装の説明をいたしましょうね。男性は2人、紋付き袴、素敵ないでたちでいらっしゃいます。で、女性のお二人は、小畔さんはピンクの訪問着に、ボタンと梅の模様が入ったお着物、そしてボビーも同じボタンでしょうか、ピンク系の帯を締めていらっしゃいます。そして加藤さんは黄色のお着物に、もみじや菊をあしらった訪問着を着ていらっしゃいます。皆さん、ぜひさ、入れたちで演奏してください。じゃあどうぞお願いしたいと思いますが、最初にご紹介しましたように3曲前半聴いていただくわけですが、最初の曲、これは都踊りという曲、プログラムもありますが書いてありますね。ちょっとそれについてご紹介しましょう。大和田武樹作詞、宮城道夫作曲の曲です。春の京都、祇園、歌舞練場に響き渡る賑やかな鐘の音、美しく華やかに踊る舞妓さんたち、これが長い歴史の中に築いてきた伝統行事の都踊りの風景で、よくニュースなどでも話題になりますよね。で、その様子を描いた大和田武樹の詩に、大正4年1915年、当時朝鮮に住んでいらしたということなんですが、宮城道雄が、三味線のフォーパートによる四重奏曲を作曲したんですね。で、その10年余り後に、これからお聴きいただく琴の高音、琴の低音、三弦、尺八という形に改作したと言われております。古典風の響きながらも大変に賑やかな旋律と歌声、
そして4つの楽器ですからね、4つの楽器の音色の違いをどうぞ耳を傾けてお楽しみください。歌詞は墨地はプログラムの反対側に、展示は4ページにありますので、どうぞそれをご覧になりながら、手で触りながらご鑑賞いただくとより楽しいのではないでしょうか。それでは始めていただきましょう。大和田武樹作詞、宮城道夫作曲、都踊りです。どうぞ。
皆様おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやこんにちはですよね。行った後でああ閉まったっていうことはよくあることなんですけれども、今日は本当にこんな土曜日の年末の大掃除も差し迫った、年賀状も差し迫ったこの時期に、こんなにたくさんの皆さんにお越しいただきましたこと本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。そうですね、まあ、私が企画をやらせていただく時っていうのはですね、大体雨のことが多いんですけれども、筋金針金入りの雨男なんですけれども、今日晴れたというのは一緒に共演してくださる男性1名そして女性2名の華やかなる晴れ男晴れ女の力によってこの晴天が実現したのかなと思います。そうですね、意外と舞台転換が早く終わったような雰囲気がいたしますので、それでは次の2曲目の、お話をですね早速振って申し訳ないんですが、はい、三沢さんに。皆様こんにちは、尺八の三沢大輝です。どうぞよろしくお願いいたします。1曲目に演奏しました曲は、宮城道雄作曲の都踊りということで、宮城道雄というのはもう皆さんよくご存知だと思います。そして今日後半に演奏します春の海の演奏家、作曲者でもあるんですけれども、これからお聴きいただく曲は、宮城道雄のもっと前の時代のことの演奏家作曲家である八橋賢良という人の作品です。乱れという曲です。この曲はですね、今から350年ほど前に作曲された曲でして、おことの独奏曲の中では大変有名で、そして、演奏家にとってもとても聴き応えがあって、とても大切なレパートリーになっている曲です。この曲僕が初めて聴いたのは多分高校生ぐらいだったんですけれども、その時この日本のこの古典の音楽にこんなにかっこいい曲があるんだなというふうな印象を受けました。はじめとてもゆっくりなテンポから始まって徐々にこう速度を上げていくというような曲なんですけれども、沢村優さんこの曲のことをそのジャズのようっていうような表現をしていて、そんななんか日本の音楽でありながらとてもそういうエキサイティングなところもあったり、それから前半のゆっくりしたところは、おことの左側の方ですね、をちょっとこう揺らしたりとかして、とても繊細なそういう感性を持っていたんだなということを感じられるような曲になっています。準備はよろしいでしょうか。ということで、八橋賢良作曲の乱れをお聴きください。
ね、曲でございました。まあ、あの1曲目もこの2曲目もそうなんですが、あの実は、まあ、本当は1曲目もですね、あとプラス 3,4 分長いんですね。で2曲目も、まあ、5,3 分ぐらい長いんですけども、まあ、今日は本当に初めて作曲をお聴きいただくという方のためと、まあ、この1時間半という尺の中で、でもできるだけ皆さんにどんな風にして楽しんでいただけたらいいかなという風に考えた時に、まあ、あの少しずつ曲を短くさせていただきながら、あのいろんな世界をお楽しみいただきたいという気持ちがあって、このように少しずつ尺を縮めておりますので、あのご存知の方がいらしたら、ささか申し訳ないのですが、そのように今回はさせていただきました。次の曲なんですけれども、まあ、舞台としてはあのこれぐらいの時代なんでしょうかね。これは、まあ、神話のような部分が多くありますけれども、まあ、やっぱりこういう曲、あの古典とかですね、そういったもの以外にもやっぱりいろいろな新しい曲、それからやっぱ昔の日本の風情ですね、そういう良さを、できるだけ、お伝えをしたいという気持ちが常にあるものですから、そういうものをという形で、自分の作品というか曲作りですね、そういうものに生かしていきたいなという気持ちがすごくありました。それで、まあ、4年ぐらい前にネズミの嫁入りっていうのを作ったんですけども、日本昔話でご存知の方多いかと思いますけど、ちょっと堂々巡りの話で最後面白くて、でこれ以外にやっぱり本当に風情ですね、そういう良さを伝えられるのが何かなと思った時に鶴の恩返しを選んでみました。まあ、どこの部分をクローズアップするかというのは考えたんですけれども、まあ、やっぱり織られた布の美しさですね、やっぱりそういうところにすごく、まあ、やっぱりお世話になったおじいさんおばあさんにこう対してこう恩返しの気持ちが一番詰まったものだったと思うんですよね。でそういうものをどういうふうにいい具合に表現できたらいいかなというふうに考えながらこの曲を作らせていただきました。20分近くかかる話ではあるんですけれども、しばしおとぎ話、日本昔話の世界に浸っていただけたら嬉しく思います。それではちょっと私も水を一飲みいただいて、この鶴の恩返しに移りたいと思います。原作坪田常治、脚色沢村雄二、朗読と3つの楽器のための日本昔話、鶴の恩返し。昔ある村に
おじいさんとおばあさんが住んでおりました。大変に良い人でしたが、毎日の食べ物には困ってしまうほど、それは貧乏でした。おじいさんは今日も薪を担いで町まで売りに出かけています。冷たく降り積もるボタン雪、山も田んぼももう真っ白です。おじいさんが歩いていると、田んぼの方からバタ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 と音が聞こえてきました。おや、見ると一羽の鶴が罠にかかっております。暴れれば暴れるほど絡みつく罠の糸。おじいさんは慌てて薪を下ろして駆け下りました。おお、かわいそうに。待て待て、今ほどいてやるから。おじいさんは少しずつ少しずつ罠の糸をほどいていきます。そしてついに罠が解かれると、鶴は大きな羽を広げて高く高く飛び上がりました。カーンと響く鶴の声、そしてまるでお礼を言うかのように、おじいさんの上を三遍回って、それから高く高く遠くの空へ飛んでいきました。おお、よかったよかった、今日は良いことをしたぞ。おじいさんは温かい気持ちに満たされながら、また町を目指して歩いていきました。その夜、おじいさんは町から帰ると、おばあさんに今日の出来事を話して聞かせました。おお、ばあさんや、わしは今日いいことをした。おや、おじいさんどんないいことをしたんですか。いや、田んぼの罠に鶴がかかっておっても、あんまりにかわいそうで、わし助けてやったんじゃ。おお、それはいいことをしましたね。二人はにっこりと笑いながら、寒い手をいろりで温めておりました。外はもうとっぷりと暮れて、寒さが増してきておりました。すると表の方から戸を叩く音が聞こえます。ごめんください、ごめんください。はて、こんな雪の夜に一体誰でしょう。見ると、それはそれは美しい一人の娘が寒さに震えながら立っております。おお、これはこれはどうなされた。山の向こうの町まで行こうとしたんですが、道に迷ってしまいまして、まことに、あい、すみませんが、一晩どま。おお、かまわんかまわん、寒かったろう、さあさあ早くお入り。おじいさんとおばあさんは雪まみれになった娘を慌てて家の中に入れてやりました。おじいさんとおばあさんはいろりを囲みながら、一体どうしてこんな雪の日に一人で歩いていたのかと娘に尋ねました。すると娘は、両親と死に別れた身寄りで、まだ身寄りもなく、これからまだ一度も会ったことのない遠い親戚を頼って町まで行こうとしていた時、
この大雪に遭ってしまったのだと話しました。おお、そうじゃったか。なんと本にかわいそうにの。なのにの、うちにはろくに食べ物もなくてな。大したお構いもできんけども、それでもええなら気の済むまでゆっくりしていきなさい。おじいさんおばあさんがそう言うと、娘はほっとして愛らしくお辞儀をしました。おやおや、いけない、もう晩ご飯の支度私にさせてください。おばあさんが言い終わらないうちに、娘は元気に立ち上がっていました。大丈夫なのかい。おばあさんの心配をよそに、娘は上手に米を炊き、野菜を切っていきます。その手際の良さにただただ驚いているうち、とうとう晩ご飯が出来上がりました。三人で囲むささやかな晩ご飯です。ところがどうでしょう、うまいな、おいしいね。おじいさんもおばあさんも晩ご飯のおいしさびっくり。たちまち二人は笑顔になったのです。娘はおじいさんに、機織りがしたいので町から糸を買ってきてくださいと頼みました。おじいさんが糸を買ってくると、娘は早速機織りの支度と言って、奥の座敷に屏風を立て始めたのです。おじいさんおばあさんびっくり。おじいさんおばあさん、お願いです、機織りの間は決して見ないでください。お願いです、約束してください。おお、そうかそうか、もちろんもちろん、約束すると。も二人がそう言うと、娘は座敷に入り、早速屏風ですっぽりと周りを囲ってしまいました。
おじいさんが町へ出かけて帰ってきてもやむことはありませんでした。ようやく3日目の朝、一枚の布を手に娘が出てきました。二人はそれを見てびっくり。白の中に光るきれいな模様、なんて美しい布なんでしょう。二人は目を奪われてしました。娘がそう言うと、おじいさんは早速町綾錦を手に出かけていきました。するとどうでしょう、綾錦はたちまち町の偉い殿様の目に留まり、おじいさんはたくさんの小判を授かったのです。おじいさん大喜び、旗織りの糸とそれからたくさんのお土産を持って帰りました。家へ着くとおばあさんも娘も大喜び。そして娘はまた決して見ないでくださいねという約束を言い残し、再び旗を織り始めるのでした。娘は三日目がかけて綾錦を織り、おじいさんがそれを町で売ってくる、そんな暮らしがしばらく続きました。綾錦はますます輝きを放っていくばかり。でも二人は娘がだんだんと痩せていくことをとても不思議に思いました。ねえおじいさん、私は本当に不思議になりませんよ。あの子が一体どうやって追っているのか。そうじゃの、私はもう我慢できませんよ。ちょっと覗いてこようかね。覗いてこい。こら、ばあさん、待って待って。いかんいかんいかん。いかん。ばあさん、ばあさん。そこには娘はおりませんでした。一羽の鶴が自分の羽を少しずつ抜きながら旗を織っておりました。
人はその姿に呆然としながらも、そっと屏風を閉じました。翌朝、座敷から出てきた娘は、今一層に光り輝く綾錦を二人の前に置くと、両手をついて深くお辞儀をしました。おじいさん、おばあさん、私はあの時助けていただいた鶴でございます。その時の恩返しがしたくて、今日までずっとこうしておりましたが、でももう本当の姿を見られてしまったので、ここにはおりません。おじいさん、おばあさん、長い間お世話になりました。私はもうおいとまします。いや、待て待て、すまんかった。このことは誰にも言わんから、どうかまだここにいてくれんか。そうだよ、私が見てしまったばかりに、お願いだ、許しておくれ。また幸せに暮らそうじゃないのさ。二人は床に頭をこすりつけながら何度も何度も詫びました。でも娘の決心は固く、外へ静かに出ました。そしてぐるっと一つ身震いしたかと思うと、たちまち素敵な鶴の姿になったのです。そしてカーンと一鳴きすると、高く舞い上がりました。そしてあの日と同じように、二人の真上を三遍回ると、高く高く遠くの空へ飛んでいったのです。よく晴れた寒い朝のことでございます。鶴の恩返し、本当に素晴らしかったですね。あの途中で、あの鶴が旗を折っている時の音、皆さん気がつかれましたでしょうか。あの琴の、あのうまく説明できないからやって、あのやってみていただきましょう。もう一回どんな感じですか。もう一回聞いていただきましょうね。こう、琴の爪を左手で音を押さえながらね、押さえながらこう動かしていくっていう素晴らしい効果なんでしたけど、なんでしょう。右手でこう、あの爪は右手でしかはめないので、はい、右手でこうはめている爪を、こう向こうの方から転がしながら、でも左手でこう糸を全体的にバッと押さえた状態でなってもらいました。そうですね、それもとても効果的な一つの、ね、演出で楽しく聞かせていただきました。もう一度皆さん拍手を。それではこれで第1部は終了でございます。10分間ほど休憩します。大体3時を目処にお集まりいただければいいかと思います。じゃあまた第2部、出演者の皆様よろしくお願いいたします。ご用事のある方、どうぞお立ちになって。